よくやっぱほら家計ってあるじゃないですか。家計がそうだから悪くなるとか、家がそうだったから私悪くなりましたとかってあると思うんですけど、私は違うと思ってるんですよね。確かにうち半端じゃない家計だと思うんですけど、私だからって学生時代にそんなに不良だったかって言ったら不良でもないし、そのね、まあ、母親はあんまり私のことをまともに育ててはくれませんでしたけど、でもだからってグレてやろうとかって気持ちはなかったし、なんだろう、それが言い訳だとは思ってないですよ。そうだからそうなっちゃったっていう考え方が私はあんまり好きじゃないので、まあ、ちょっと今この話してるんですけど、特別なねやっぱ環境の中で私は育ちました。でも親が例えばしっかりしてなかったりとか、うち母親がねちょっとあんまりっていう感じだったんで、父親と一緒の時はねそれはそれで楽しかったし、だって2人で洗濯機の回し方も分かんなくて、隣に住んでたね兄弟のお姉さんたちが洗濯機の回し方を教えてくれたんですよ。もう父親と私2人暮らしになってから洗濯機の回し方も分かんなくて、最初のうちはコインランドリーに通ってましたからね。でもだからってグレるとかでもないし、まあ、仲が良かったからなのかな、それはちょっとねそれぞれ考え方が違うと思うんですけど、家がそうだからこうなった、必然的にそうなったみたいなよく言われるんですけど、多分ねその気性の荒さっていうのはあると思います。だけど私学生時代とかはそういうのを極力自分のうちのことを人に知られたくないっていう気持ちで生きてきたので、そういうのを表に出してなかったですね。まあ、私の中学の同級生だったりとかもこれ見てるんで、その時のことを多分分かってくれてる方はいると思うんですね。なんだろう、逆に隠したがるタイプだったんです私は。うちがそうだから、でもなんだろうな、そうだからってあーやんちゃになったってよくねそういう番組見ますけど、私はそれは違ってると思います。やっぱ本人がそういうところに興味があって寄っていくわけじゃないですか。親が構ってくれないからそっちに行くとかっていうのもどうかなって。私はね親が構ってくれようがくれまいが自分の意思で多分やってたと思うので、まあね、それぞれなんかすごく虐待されてかわいそうだとかっていう女の子とか男の子とかいますけど、でも自分はしっかりやるんだっていう子もたくさんいるので、その自分が不良になったりとか非行に走ったのを親のせいにするのはちょっとなっていう考え方がね、ちょっと最近なんかいろんな動画を見てて思うようになったんです。親にまともに育てられてないから私こんなになっちゃいましたみたいな動画で、たまたま喋ってる人を見たんです。うちだってそうですよ。父親入院してたり、母親離婚して男の人と一緒にいたりね、おじいちゃんが亡くなれば私はもう一人ぼっちなわけだから、だからってそんな、なんていうんですか、反発するようにグレたかって言ったらそうではないし、で年を取るにつれて自分がそういう水商売やりながらとか、自分が10代の時にそういう世界に行ったのってやっぱ私の性格なんですよね。性格がだっておとなしかったり真面目だったらそんなことしないもん。だって私のいとこたちもね結構いますけど、みんな真面目ですからね、親がどうであろうが。だからなんかね、その親がこうだったから私はこうなりましたみたいな、ちょっと私は好きじゃないなって。だって私は本当にね、うちの親が水商売やってて、なんだろうな、母親がこうお酒飲んで帰ってくるじゃないですか。その姿見ると絶対こうはなりたくないと思ってましたけど、思いっきりなりましたからねでもなりたくないっていう気持ちを持ってたことは間違いないので、まあ、ちっちゃい時の中学生ぐらいの時の夢は OL になるってことでしたからね。 OL って何みたいな、お茶組むことかなみたいな、それぐらいのレベルしかなかったですけど、でもなんだろうな、もうちょっとねひどい扱いを受けてたらまた違ったのかもしれないですよ。でもなんだろうな、親がそうだからこうなりましたとか、親に相手にされないから私こんな思いしましたっていうのはね、それはちょっと違うなって。ごめんなさいね、なんかまたアンチが来ちゃうかな、そんなこと言ったら。親がそうだからこそ自分はそう見られたくないっていうふうに私は頑張ってきたタイプだから、なんだろう、かっこつけてるわけじゃないですけど、普通の子と一緒よみたいなふりをしてたんです私は、比較的、まあ、バレてましたけどね、思いっきりバレてましたけど、
でもなんだろうな、自分のうちのことをあんまり知られたくない、あんまり公にしたくないっていうのがあったんで、まあね、でも苗字でバレちゃったりとかっていうこともありました。でもそれはやっぱりそういう家庭の方だからわかるわけであって、一般の方はちょっと変わった苗字ねぐらいだったと思うんですよ。だからね、私からしたら言い訳に聞こえちゃうんですよね、言い訳。例えばその親に虐待されてたから子供を虐待するって言うじゃないですか。私親に虐待こそされてないですけど、まあ、まともにね、うちの母親なんか私のこと育ててないですよ。だけど自分で見よう見まねで大人になったし、それで結婚こそはしてないけど子供産んで見よう見まねで子育てしてるし、子供に手なんかあげたこともないし、仲良し親子です。だからね、よくなんかね、そういうふうにそういうニュースあるじゃないですか、その人もそうだったからそうなっちゃうって、それしか知らないからって。いやでもそれはそうなのかな、でも私の考えがちょっと変わってるのかな。そういう方、そういう方で苦しんでるって方もたくさんいると思うんですけど、でも親がそうだったから自分はそれしか知らないから親と同じことしてるっていうのは私の中ではちょっと言い訳だなと思ってます。私は親とは同じになりたくない、結果ね親よりひどくなりましたけど、でもその子供の時にそういうふうに思ったことだったりとか、自分の子供に対する考え方だったりとかっていうのは自分の母親とは違うと思ってるので、間違ってなかったなって。ただね、悪さしてきたことは悪いことですよ。しかもね、自分の意思で全てその寄っていくとかじゃなくって、もうど真ん中に飛び込んで、でもそれが楽しいと思ってやってました。私は怖さとか人に流されてじゃないんです。だから立ちが悪いのかもしれないし、そのなんだろうな、やっぱほら誰々とかみんな仲間がいて、仲間に言われて抜けられなくてっていう人たちいるじゃないですか。またそういう方たちとちょっとパターンが違うんですよね。全く悪いことだと思ってなかったし、どうせ悪いことするんだったら楽しんでやろうぐらいな、まあ普通の方が聞いたら怒る話だと思います。でも私は10代の時はそうでした。で中学生時代はね、やっぱし親が入院してた、いない、母親は男と出てっちゃった、ね、学校の先生はすごく心配してきてくれましたけど、隣近所のお友達にはバレないようにしてました。まあバレてるんですけどね、でもあえて自分から言うこともなかったし、うちは親がこうだからこうなんだとかってそういう愚痴は言ったことないな。まあ二十歳過ぎてからかな、逆になんだろう、うちの親の悪い部分も逆に美化して言ってたぐらいだと思う。その理解あるところは理解あったんでね、普通のお母さんが理解しないようなところは理解する。だけど子供の時に私が学校でお弁当作ってほしいって言った時なんかお弁当とか作ってくれなくて大喧嘩になったことがあるんです。そしたらゴルフのクラブで殴られたんで私思いっきり包丁を持ったんです。そしたらね、たまたまそれ埼玉の方でね、田舎だったので土手の上にね自転車乗ってこう朝の見回りしてるおまわりさんがいたんですよ。そしたらおまわりさんが来て言った言葉がね、おまわりさんよりお小遣いいっぱいもらってるんだからね、なんでそんなことするんだって。いやそうじゃなくてって、その日はたまたま本当にね、まあ、高校でね学食があるんですけど、学食がね使えないからお弁当絶対持ってきてくださいねって約束して、前もっとお弁当お願いねって言ってたのに作ってくれなかったんですよ。やっぱそのお弁当作ってもらえないとかって恥ずかしいことだからね、それに対して私怒ったんです。そしたらね、どっちゃんばちゃん隣近所からいろんな電話が入り大ごとになったんですけど、でもね、だから私今例えば子供にお弁当持たせなきゃいけないとかっていう時、うちの子たちはいいよ買ってくからなんて言ってもそれはやっぱ嫌なんですよね。パンを持たせてる親とか いるじゃないですか。それはちょっと切なくてダメですね。やっぱ自分がそういう思いしたから、そういうとこだけはいや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 、美味しくなくても作るからみたいな運動会のお弁当とか時間過ぎても作ってましたね。8分かな9分かな、またこれね見えないんですよ私。多分ね9分39分だな。そうだから、その親がこうだったからって自分がそうなるっていうのはね、私の中ではちょっと言い訳っぽいなって思っちゃってて、私はおじいちゃんは確かに立派です、名前も売れてます、でも私は自ら進んで悪さしてました。うちのいとこたちはまともです。